おお、でも威力も高いっすね、やっぱね。強いと思う、これ普通に。まあ、ドスジャグラス先生なんてあれなんですけど。うわお。画面の前の皆さん、こんにちは。ゆうきです。モンスターハンターワールド、本日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。デビルメイクライコラボが来たらしいんでね、今日ね。やっていきたいと思います。4月27日ですね。でね、こちらですね。クエスト名が、イベントクエストで、コードレッドっていう名前の、かっこいいですよね。コードレッド。英語なんですよ。ね、左上書いてありますけど。でね、アンジェラフと、ワンちゃんと、リオレウスとテオっていうことで、このね、赤いモンスター4体を倒すと、一人で。やっていきたいと思います。でね、この依頼主が赤い装備のご祈願、とある国に赤いコートの男が悪魔を泣かせるスタイリッシュな物語があるんだ。俺はその物語が大好きでね、あんたも彼の装備を欲しくはないか、だったら今すぐ危険に飛び込もうぜということで、こういうね、なんかシナリオもいいですよね。ということで、じゃあやっていきたいと思います。それではスタート。まあ、すでに若干赤い装備着てるんですけどね、行きましょう。さあ、まず最初は、まあ、アンジャナフですね。さあ、行きますか。まあ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 、これはもう、よいしょ、不動の装備着て、よっ !OK。上位なのかな、敵もな、やっぱな。ランスですからね、もうランス一択で行きますよ。よいしょ、ほい、ほい、ほい。ほい、ほい、ほい。カウンター好き。あ、音楽がデビルメイクライの音楽だ、これ。私ね、デビルメイクライね、やったことあるんですよ、実はやったことあって、確かね、なんだっけ、ネロまでやってますね。ネロ4かな、確か。あれ4だったかな。ネロまでやってますね。実はやってるんですよ、隠れてこそこそとね。まあ、てかチャンネル始まる前だったんですよね、やったのね。だからだいぶ経ってますよね、デビルメイクライも新作出ない で。その後のなんかデビルメイクライのダンテっていうんですよね、主人公ダンテの若い頃のやつをやってないですね、確か。 DMC でしたっけ、あれやってないですね。あれだけやってない、あとは全部やってると思うんだよな。まあ、悪魔と人間のハーフなんですよね。かっこいいよね、めっちゃかっこいいから。とりあえずね、ゲーム中は死ぬけど、ムービー中は絶対死なないからね。不死身だから、ほぼ不死身だからね。 OK、 ほいほいほい。そんな存在になりたい、私も。頭結構いくね、あんた。おっと、怒ったね。いってててててて、ほいほいほい。止まったね、動き。おっと、こっちか。ほいほい、倒れちゃったよ。しこ。オッケー、刺さった。背中が柔らかいかな。そうでもないな。達人芸つけてきてますから、攻撃火力はちょっと低いんですけど、その分切れ味がまあほぼ落ちないですね。やっぱね、切れ味ズ正義なところがあるんで、私。いってててててて、すごいカウンターヒット。これが本物のカウンターです。よいしょ。ほいほい、すごい久々にやるな、モンハン。最近ちょっとね、フォートナイトっていうゲームにハマってて、そればっかやってたんで。ほいほい、 OK、 カウンター好き。はいはい。いやー、そんなコラボイベントにね、こんな全然スタイリッシュじゃない武器を持ってくるっていう、この地味なね、地味だけど強い武器。よいしょ、ほいほいほい。 OK、 OK、 ダウン、ワンダウン、もらい。飛びましょう、一回飛びます。これで次はワンちゃんが出てくるんでね。よし、お、来ましたよ、ワンちゃん。 OK、 ワンちゃん行こうか。あら、一個外しちゃった。よし、行こう。お、来たね。 OK、 乗る、絶対乗れると思った今。まず乗っていきましょう。よいしょ、ほいほいほい。刺して、これこそなんかデビルメイクライ出てきそうだよね、このワンちゃんこそね。
なんか出てきそう、敵で。まあ結構序盤だよね。2匹目ぐらいのボスがこれでしょ。大体最初はね、でかいのだから、基本でかめなね、でかめななんかパワー系、重量系みたいなの出てくるから、それを結構こうスタイリッシュにムービーで、まあ普通にプレイして倒すんだけど、ムービーではものすごいスタイリッシュに倒すから最後。そういうもんだから。これ2体目、これ早い系はね、2体目3体目なんですよね。ちょっと寄せてきてる感じのダンテにね。てかむしろダンテが犬になったらこれなんじゃないか。でもスタイリッシュではないんだよなこいつな。ちょっと汚いんだよな、よだれ垂らしてるしな。ちょっと獣すぎるかな。危ない。ちょっとランスこいつね、相性あんま良くないですよね、私の中で。こいつは双剣って決まってるところがあるんで。よいしょ、ほっ、入った。いいね今の、切り替えて切り替えて、サッカーみたいな。おー、いった、食らった。マジか。アステラジャーキー食いたいな。アステラジャーティー、ジャーティー食うわ。ジャーティー持ってるんですよ、私ちゃんと。常に持ってるアステラジャーキーね。ちょっとなんかビーフジャーキーみたいにいいっすよね。結構好きなんだよビーフジャーキー。酒飲まないくせに乾き物好きな人いるじゃないですか。あれですね、私かな。酒飲まないけどなんかつまみが好き系ですね。ちょっと分かる人いるんじゃないかこれ。あ、ピョッタ。ランスは相性悪いな。双剣がいいんですよねこいつはね。僕はね、まあランスでもいけるよって人もいると思うんですけど、私はね双剣がこいつ楽なんですよね。戦うの早いからね。あいてててて、めっちゃ相性悪い。私の中で相性悪い。動きが速いし、ちっちゃいじゃん。当てづらいんですよね正直。疲れちゃって、めっちゃいた。疲れてるよ。動きまくって疲れるのがこいつのねダメなところですよね。来ないか。よいしょ、あれカウンター付け入んないな。ほい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 、しょ、カウンター付き。まあ冷静に戦えば入らないですよね。ほいほい、1、2、おいしょ、うーん、買おう。1、2、OK、 おやすみ。全然切れ味落ちてないけど、トイドクスタイル OK。 さあ来ました、レウスです。さあ行きましょう。おいしょおいしょ、 OK。 さあ行きましょうか。お、入んなかったか。高さがあるね。オッケー。ほいほい。カウンター突き。ほいほいほい。あ、いってー。そう来るかい。やりますな。これ、ジャンピング。乗れないか。惜しい。今乗れると思ったんだけど、絶対。ほい。オッケー。顔入れて。ちょっと多いね、カウンター付け入んなかった。 OK OK OK、 ほっ、 OK、 乗れた。さあ乗れました。落としていきましょう。スタイリッシュで決めていくぜ。さあ行くぞ、ほっ。残念。うーん、どうだ。よしよしよし、よいしょ。どうすん、フィニッシュ好き、顔に行きます。顔面だ、クールライナー100。おれ、いいね、入ってるよ。それ、冗談。ほい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 、いてててててて、そろそろ吠えるぞ、これ吠えるぞ。よっ、残念。入ってるよ。
いたたたたタックル来ますか、そこで急にタックル来た。わお、ビュッタ、よいしょよいしょよいしょ。おっとダメですねこれはね。はい、ごめんなさいね。オッケー、落として、もう顔でいこう。ほらよ、オッケー、入ってる入ってる、ほいほい、オッケー、よいしょ、いける、オッケー、入ってる、めっちゃ入ってる、いたたたたたのっそりのっそりタックル、もう一丁ダッシュ、あぶねえダッシュ好きがダッシュ好きがだとなってる。1回入ってる、おいほい、ホイルジャンプするな、残念、飛ばせないよお前は、お前ほど飛ばしてめんどくさいやついないからな。オーケー、おやすみ、行きましたね。さあ次ですね、テオ本命ですね、次で本命。さあ来ましたね、もうなんか燃えてる、もう初めから怒ってるわ、そんなに大きくないですね、なんか違うのかな、なんか違うの、あぶね、ほいほいほい、なんか初めからもう燃えてますね、なんだこれ、元から燃えてたっけこんな、いや燃えてないよね、いきなりキレモードなんだよ、スリップダメがすごいな、これはなかなかスリップダメが辛いものがありますね。よいしょ、流風力ないからな、危ない、危ない、これは危ない、サンキューゆきさん、オッケー、吠えた、危ない、倒れたぞ倒れたぞこいつ、オッケー、ちょっとここ入らないな、ダメな、まあいいや、このまま入れちゃうか、オッケー、回復回復も兼ねてこのまま、うわー粉塵が近いな、よいしょ、カウンター好き、カウンター入らない、カウンター危ない、結構いったなあっち、うわーそれ来るか、ちょガードしよっか、ここ一回おとなしく、オッケー、危ない、危ねえこいつ、どのパターンでどういうのが来るんだっけ、久々に忘れちゃったよ久々に忘れちゃったら、うん、あともうちょいだな、なんかスーパー伸ばりそうだけどな、そろそろ伸ばらないかな、ね、攻撃か、 OK、 吠えた、次ぐらいで来るかな、あ来るね、ガードします、ここはガード強化ついてるんでね、 OK、全然ガードできますね、いて食らった、うわちっちゃくて逆に食らうな、小回りが効いてる系だなこれ、よっ、 OK 入ってる、サンキュー、助かる、オッケーオッケー、ついてくついてく、顔を重点的に、あー入っちゃった、入らないと思ったね、これ小さいあるあるだね、絶対入らないと思ったね、今火が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 、オッケー、よっ、よいしょ、ほっ、よいしょ、吠えたな、火がつくかな、ついたね、火ついたね、よっ、入らないわ、逆に根元すぎて、よいしょ、オッケー、カウンター 1,2 倒れるかな、ダウン来るかな、ダウン来た、オッケ
おっしゃ、頭を狙っていく。ほい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 、やべ、褒めた。カウンターしたかったな今の。めっちゃ持てる、めっちゃ持てる。よいほいほい、ついてく。これカウンター来るんだよね、あれ。うぅ、よいしょ、カウンター。危ない、カウンター。ダウン来るな、来たぞダウン。よいしょ、頭頭頭、ほいほいほい、カウンター。またダウン来たな、これ。オッケー、倒しました。もらった。うん、まああれですね、まあ、正直そこまでやっぱ難しくはないとは思うんですよ。もう皆さんこんな このレベルまで来ちゃうと。ただあれね、みんなでやった方が楽だねみんなでワイワイ言いながらやった方が楽しいとは思ういつも通りのモンスター4体ですから、これ正直ね。調査クエだよね。調査クエであったんじゃないかなくらいの感じの組み合わせですよね、このね。調査クエ、まあないけどね。ないとは思うんですけど、この組み合わせさすがに。まあ調査クエやってる気分ですね、完全に。一人で。一人で調査クエ、辛いなぁ。さあ何もらえるんだろうね。それが楽しみですね。調査クエストを一人でやってると思ったら、あれだな。ちょっと非常に寂しいものがあるかな。はい、終わりました。じゃあ何もらえるか見ましょうか。報酬を見た方がいいですね、報酬をね。はい、ドン、これです。え、どれ、あ、え、あ、これだ、レッドオーブ、これですね。魔族の血が凝縮してできた赤い魔石、スタイリッシュなデビルハンターの装備が作れると。おお、レッドオーブだけですね、多分ね。レッドオーブゲットと、あとテオの宝玉ゲット。オッケー、よし、じゃあ工房行きましょう。工房行こう。さあ工房に来ましたね。どれでしょうかね。生産武器、なんかチャークらしいんだよね。チャークらしいんで、チャーク見ていきましょう。これですね、ダンテの魔剣。うわー、レッドオーブが2個と、あとあれだ、アンジャラフの宝玉が必要なんだ。なるほどね。あー、これこんな感じなんだ。性能は攻撃力720、青なんだ、切れ味青が長いんですね。で、雷属性の150の榴弾瓶と。なるほど、うん、デビルハンターの魔力が宿った剣、使い手の意志に従い、イフリートやアラストルの力を発言できると。わあ、すごいですね、強そう。うん、そして防具、防具見てみましょうか。防具はこっちの方かな。ダンテアルファ、これですね。おお、ダンテアルファ、どうなんだこれ、着てみようか。白くなっちゃってるよ、白くなっちゃってるよ、ダンテアルファ。もともとが白だから。これはじゃあ赤の方がいいかな。デフォルトカラーでしょうか。あー、すごいね、かっこいいかっこいいな、なんかビジュアル系のなんかあれみたいだね。色がすげえ変わるんだねこれね。ダンテハンターピンクとかやばいじゃん、やばこんな人たまにいるんだよね、こういった原宿行くと。本当にマジでいるからね、こういうなんか上着着てる人。すげえな、すごいですね。これ結構なビジュアル感ですね。性能見てみましょうか。ダンテアルファ性能、足が弱点特攻2がついててスロット2、いいですね。腰は回避性能、力の解放、回避性能、特殊射撃強化、回避性能、見切り。スロットがこれあれですね、腕とどうなんか3が1個ついてるんで結構使えそうですね。
弱点特攻見切り1。まあなんかあれですね、正直、まあ、パッと見足が一番いいですね。足いいですね。足がいいんじゃないですかこれ、なかなか。うん、でもまあなんか全体的にすごい使いやすそうな防具ですね、今までのなんかイベントに比べたら。はい、ということでね、ちょっとね作りに行っていきたいと思います。ブーン。さあ、あれからねちょっと頑張りまして、剣とね頭だけ作ったんで今持ってきました。どんな感じなんだろうね。一応ね、あのこのダンテの魔剣ですよね、ダンテの魔剣とダンテウィッグアルファ頭だけ被るだけで雰囲気変わりますね。でダンテの魔剣はね、これもう作っただけで最終強化みたいですね。こっから上はないみたいです。ちょっと出してみる。あ、なんか来たぞ。来てないか。シャキーン。おお、盾の代わりにこの魔法陣みたいになってるんですね。へえ、面白い。シャキーンからの溜める、これ一緒。あ、音が違う。なんかシュンシュンって、なんかあれですね、なんかチャーク普通のに比べると盾がない分やっぱ邪魔しないですね、装備をね。よし、ちょっと先生で盾突き。盾突きはどうなんだ。あ、盾突きパンチなんだね。パンチですね、パンチ。おお、かっこいい。炎のなんかねパンチがセット。おお、セットすると雷がかっこいい。やばい、これかっこいいな普通に。これいいっすね。ちょっと貯めていきましょうか。あいつなんか食べてどっか行っちゃったよ。ちょっとね、一応試し切りはドスジャグラス先生で決まってますからね。モンハンワールドあるあるですけど。いや、乗らない乗らない、乗らなくていいですおお、よいしょ。セットして今縦にこう、あ、縦にこれ属性を解放させるとあれなんですね、青くなるんですね、魔法の輪っかが。かっこいい。なるほど、赤から青に変わると。 OK、 セット。ちょっとじゃあぶっ放してみましょうか、試しにね。どんなもんなのか。痛い。これガードってどうなるの。ガードもあるもんね、チャークだから。ああ、あ、円がでかくなるんだ。へえ、なんかちょっとモーションあるんですかね、特殊な。誰もやってこないですね、何も。誰かなんかやってきて。ちょ、なんか来た。おお、まあ普通っすね縦の音ですね。じゃあちょっとぶっ放していきましょうか。やりますよ、よいしょ。ほっ、ほい。おお、なるほど、チャークだなこれはこれやっぱチャークだな。まあそりゃそうっすよね、チャークですからもともと。よいしょ、よいしょ、オッケー、よっ、ほいさー、ほい。あ、外しためっちゃ外した、めっちゃ外した。おお、でも威力も高いっすねやっぱね、強いと思うこれ普通に。まあドスジャグラス先生なんであれなんですけど、うわお、強い。これ普通に使えるんじゃないかこれね。え、雷属性のなんかね敵意外と多いですからね、雷に弱いっての、うん、なんかなんだろうね、なんだ、例えば誰だろう、例えばまあ出てこないですね出てこないんかいっていうねいや強いです強いです、これかっこいいですね。やっぱ何よりこの装備を邪魔しないのがいいですよね、うん、背中がこの空いてるってのがすごくなんか見た目にもいいんじゃないでしょうかね。見た目とか好きな気にされる方なんかは本当にこういう武器の方がいいんじゃない、本当はね。そんな気がするけど。入りますね、すげえ入る。まあちょっとチャーク用の装備着てるんで威力上がってますけど、まあにしてもねやっぱ強いですよね普通に、うん、普通に強いね。ということでドスジャグル、あ、光るんだね。瓶溜まってる間だとこの剣のこの柄の部分が光るんですね、かっこいいですね。じゃあドスジャグラス先生ね、ちょっともう瀕死なんで、じゃあ皆さんよかったらね、デビルメイクライクロクライコラボデビルメイクライコラボやってチャークデビューをねこれでしてみるのもいいかもしれませんね。それでは皆さん、モンスターハンターワールドでした。お疲れ様でした。またね。